トンペイ焼きを作ります。卵2個。水溶き片栗粉適量を入れ。よくかき混ぜておきます。キャベツ40グラム。10回ほどぶんぶん引っ張ります。フライパンにサラダ油適量引き。豚バラ肉80グラム。もやし100グラム。ぶんした具材。 和風だしの素小さじ2分の1を入れ、火が通るまで炒めたら、別容器に移しておきます。フライパンにサラダ油適量を引き、卵液の半量を薄く引きます。炒めた具材の半量、ピザ用チーズ適量をのせ、端から半分に包みます。お好みのソースやマヨネーズをかけて完成です。